皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。前回はビブラートについてお話しいたしました。バイオリニストにとってのビブラートは、画家にとってのパレットと同じではないでしょうか。どれだけの種類を持っているか、それらをどのように使い分けるかによって、そこに表現される色合い、その濃淡、あるいは陰影といったものが大きく変わってくるということは確実に言えるのではないでしょうか。そしてバイオリニストにとってのビブラートとは、単なる音程の波にとどまらず、それぞれのバイオリニストの心の波とも言えると考えています。皆さん、コンサートの際にはぜひその心の波感じていただきたいと思います。そしてそのビブラートと常に関係を持って連動して考えていかなければならないものが、右手の音の作り方であります。右手の使い方、技術のことをボーイングと言いますが、このボーイングとビブラートで音色の 90% 以上が決まると言っても過言ではないと思っています。それほど重要なボーイングでありますが、では具体的にどのように使い分けているのでしょうか。基本的には弓をどれだけのスピードを持って運ぶか、そして弓に対してどれだけの圧力をかけているか、この二つがまずは大きいと考えられます。より強い圧力で速いスピードを持って弓を動かせば、それだけ大きな音が出ます。そしてその動き、圧力を少しずつ小さくしていけば、その反対の効果が出せるわけで、まずはそれをどのように使っていくのかということについて考えます。さらに上級者になっていくと、弓を弦のどのあたりに置いて弓を動かすか、そのことについて考えるようになります。つまりより駒に近いところで擦るか、あるいは駒から遠いところで弾くか。バイオリンを弾かれる方々であればご存知のことと思いますが、駒に近いところで弾けばより明瞭なはっきりとした音が得られます。
反対に、駒から遠いところ、より指板に近い、左手に近いところで弓を動かすと、くぐもったような音色が作れます。実際の演奏では、これらの要素を組み合わせて音色を作っていきます。そして大切なことは、それらを自分がイメージした通り、どれだけ忠実に使い分けることができるか、あるいは頭の中、心の中でイメージしたことが瞬時にほぼ自動的にそれらの技術を持って表現することができるかということではないでしょうか。考えずとも手が自然に自動的にそのように動く。そのための日々の練習が欠かせないということなのかなと考えています。では、本日はこのあたりで、川端成道でした。次回もお楽しみに。